卵成分は白鳥座の方角に約3000光年離れた位置にある、双極性原子惑星状成分である。その得意な性質は空軍地球物理学研究所が1971年から1974年にかけていった観測ロケットによる11マイクロメートルサーベイのデータから1975年に初めて記述され、卵成分の特徴は、 中央の構成を取り囲む一連の明るいこと円である。濃いガスとゴミの層が中央の構成を覆い直接の光を隠している。しかし中央の構成からの光はこの殻の薄い部分を透過し外側のガスの層を輝かせて明るいこのように見せている。ゴミの殻は円盤とよく似ている。画像に映る双局的な構造はこの形が 硬着円盤によって生み出されるような角モーメントを持っていることを示している。さらに円盤状の配置によりからの厚さが変わり、光が円盤の軸に沿って逃げることを可能としている。ゴミの円盤はいくつかのポスト AGB 天体の周りで確認されているが、卵成分の周りの円盤の存在は未まだ確定していない。卵成分は ハップル宇宙望遠鏡の広域惑星カメラに,によって撮影された。ABCDEF シンバドアストロノミカルデータベース。リザルツフォーエクネビュラ b 2007年1月5日閲覧。AB ハップルイメージズサーチライトビームスフロム A プレポラマテリネビュラエサ ハップルピクチャーオブザウィーク、http コロンスラッシュスラッシュ www.spacetelescope.org スラッシュイメージスラッシュ potw1217a スラッシュ2012年4月24日閲覧。HST が捉えた虹色に輝く卵成分アストローハーツ。ありがとうございます。